皆さんこんにちはレック専任講師の伊藤ですそれでは2022年11月 CFP 試験向けガイダンスを始めていきたいと思いますよろしくお願い致します今回はですねこのガイダンスのタイトルが CFP 合格は過去問攻略が鍵と こういういタイトルもありますのででこ、まあ、このの後ですねこのガイダンスを通してこれから試験までの時間どうやって勉強を積み重ねていってそして、えー、合格ということに近づけていくかあるいは合格を取るかということですね何ら、えー、かいろいろお話をしていきたいと思いますよろししくお願いをいをたします。 あの今はですね、まあ、11月の試験に向けて勉強を重ねているという方多く見ていただいていると思うんですがまだ一方でですね今このガイダンスを見ていただいている方がですねまだこれから試験まで少し時間があるので、まあ、これから勉強スタートしようかなという方も中にはいらっしゃると思います。勉強のスタートであったりあるいはその試験のですね出願にあたって、まあ、どの科目を受けるか。 これをですね、今から決めていこうという方もいるんじゃないかと思うんですけどもやはり試験までのですね、日数がどれぐらいになってきたかということによって当然ながらやることこれも変わっていきますのでそのタイミングごとにですね、どの辺りをですね、えー、抑えていけばいいのかどの辺りをですね、大切にすればいいのかということもちょっとお話ししていきたいと思いますね。 えと今回の資料なんですが今お話をしたそのタイトルがついている資料ちょっと画面の方を切り替えていきましょうこういう資料ですね過去問攻略が鍵ということで手元にある方は合わせて見ていただくといいと思いますまず最初試験の概要スケジュールが出てきていますね11月の13日と11月の20日2日間まあこれはもう毎年ですね固定的になっているこの日曜日2回ということで ちょっとこのあたりおさらいしておきたいと思いますが科目合格をしていかなければいけないつまり科目受験をするわけですよね1日目は金融と不動産とライフこの3科目が行われますあの試験はですね1科目について120分そしてすべて4択の問題ですあの科目ごとにですね50問が出題されますのでまあ、4択問題50問を回答するとでこれを120分でやっていく 1> で1日3科目受験するということになれば、まあ、朝から夕方まで試験をですね受験継続するということになってあのその朝ということですけども、まあ、この金融1科目目これ9時半に始まりますのでね9時半に始まって金融そこから2時間間間に1時間休憩ありますから、まあ、ライフがですね終わる時間というのはこれ5時半になるんですよね。 でまあ、それをもう一日11月20日にも繰り返していいくということとですリススククタックス相続を受けるきは11月20日、まあ、この段階であの、まあ、試験までもうどこまで近づいているかということを考えるとですね出願の終わっているという方とそれからこれから出願するつまりどの科目を受けようかという方考えているという方、まあ、両,両方いらっしゃると思うんですけどもあの、まあ、これいつもガイダンスでお話しすることなんですが。 6科目受験これから初めて CFP の試験受験するつまり6科目どれにしようかと考える時のその、まあ、選択する方法なんですけどもねあの得意な科目からやっていってくださいあの金融が得意だ不動産が得意だということになればその科目からまず受験するそして合格するとこういう積み重ねが必要だと思いますね。で、まあ、得意な科目であったりとかあるいはその勉強する内容がすごく好きだと。 まあこういういいい方もいらっしゃると思いますこの分野すごく自分が好きな内容なんだと。であの得意だ好きだということになればやっぱりそれ身についていくスピードも早いですしやはりそれだけ内容が蓄積されやすいと思いますからやっぱり得意な科目好きな科目そして、まあ、もう一つ挙げるとすれば日常の何らかの関わり仕事のつながりこんなことを考えて普段 じゃあ例えば保険の仕事をしているということになればやっぱりリスクと保険の選択をするとかですねで保険の仕事だということになるとやはり相続の辺りとの関係性ということもあるので、まあ、次に選ぶのは関係の深いい科目ととうことになりますかねじゃあそうやって6科目、まあ、初めて受験をする方にとって一体何科目を受験するのがいいのかということですね。 あのまあ、これ直前に終わりましたその下に合格率などもこう書いてありますが、えー、今年の6月の試験、まあ、ここに結果が出ているんですけどもこの今年の6月の試験でですね、まあ、受験者の総数これ約1万2400人だったんですね1万2400人の人。 でその受験者総数1万2,400人の人がじゃあ科目別に何人受験したのかというところをずっとこれまああの数字をですねちょっと叩いてみると結果的に平均すると1.5科目ただ1.5科目って言ってもですねもう残りがあと1科目なんだっていう人も当然含まれているわけですから必ずしも全員が初受験ではないので1.5というのがこれ簡単な割り算で成り立つわけではないんですけどもただ やっぱり目安です1.5まあ科目の数でいけば2科目を受験するこの辺りを平均値と考えていいでしょうね。なのでまず初めて受験する人これから出願する人まあ、今最初にお話をしたような何らかの選択の方法を考えて2科目受験まあこの辺りを一つの目安と考えていいですね。であのまあ、2科目受験というのをですね今この段階で強調している理由はやっぱり 試験までの時間がもうだいいいぶ迫ってきてきると思います限られた勉強時間ですそうするとやっぱり1科目ある程度まとまった勉強時間がないといけないのでじゃあ試験まであと1ヶ月になった2ヶ月になったということになればやっぱりそこで勉強する時間が何時間取れるかこれによってその科目数も決まってくると思いますね。 あの少し下の方にこの資料のですね下の方に行った時にどれぐらいの勉強時間を取ればいいのかなんていうことはちょっと具体的にまた後でお話ししていきたいと思いますけどまずここではスケジュール感見ていただいて出願の終わってない方はどの科目を選択するのかとこんなことを考えておいていただくといいですね。次に資料の2番目合格率と合格基準。 まあ実はあのこれ6月の試験のですね合格率発表されてまだわずかな時間しか経っていない時に今このお話をしてるんですけれどもやっぱりあの今まで過去もですね同じことを繰り返しました合格率まあ大体30%台の後半と言っていいでしょうかね。 まあ中には三十四パーセント台ありますけれども、まあ不動産三十七点一とかですね、タックス三十六、まあこれは一つ前に振り返って去年の十一月の試験でもまあほぼ三十パーセント台の後半です。このあたりのところで、まあだいぶ落ち着いてきていますね。ですから三十パーセント台の後半の合格率になるときに、じゃあ何問正解すれば まあこの合格率の中に入り込めるかとつまり合格なのかということで合格の基準といいう数値が出てきてきますあのこの表の中でいけば従ってこの合格の基準ですねここに並んでるまあこれ2回分ですけどあの FP 協会ホームページ見ていただくともっと遡る資料見れる,ま見れるようになってますけどもまあとりあえず直近の2回合格基準でここに28問とか29問とかこう載っているですね これをやっぱりり目安と考えていく必要がありますよねなので、まあ、直前6月試験金融だったら28問以上正解すれば合格できたんだということこれを一つの、まあ、1つ目安と言っていいでしょうね。でじゃあそれ高いとこどこにあるかというと例えば6月試験でいうとタンクスは33です。33以上正解して合格だとでこの33という数字が。 この表の中で直近2回を見るともう1箇所ありますね。11月去年11月の試験のリスク33と。まあこの中で最も数の大きいのは33になってますね。あの33これがまあこの過去2回であればまあ最も大きい数字ですから。まあこれをクリアできるような数の正解ができればまあほぼほぼまあ合格なのかなというふうに言ってもいいかもしれません。 ただ合格の基準ってこれあの科目によっても試験の回によってももちろん一定ではないですから33これ安心すするわけにはいいかないですよねあの過去を見れば33でまあおよそ大丈夫かなという中でで金融についてはやはり過去をこれもっと振り返ってもですね30問以下で大体合格取れてるケースが多いです。 あのまあ、問題が難易度が高いのかとかあるいはえなかなか難しいのかとか、まあ、いろんな言い方をする方いますねあるいは、えー、なかなか勉強がそこまで追いついてないのかいろいろあると思うんですが金融についてはどうも30以下でそれ以外の科目になるとやっぱり30超えて合格になるという回もありますのでじゃあそこでこの合格基準の話をまとめていくとやっぱりちょっと多めに35。 これをですねあの確保できるようにしていきましょう、えー、35問以上正解が取れればまあ、少なくともこの過去2回どこであっても全部合格ですよねでもっと遡ってみても35以上になっているのに合格できなかったというのはこれデータ載ってる限りではどこにもないんですつまり35まあ、これ割合で言うと問題50問ですから70%以上正解ができれば まあ少なくともデータがある限りでは必ず合格です。35これをですねまず目標としましょう。35これが正解できるように目標を立てて、そしてこれから試験までの限られた時間の中で勉強を積み重ねていくと、まあこんなことですね。であのまあこの合格基準の表の中でちょっと細かい点に触れておくとですね、あの11月の試験のこのタックスここ27っていうのがあるんですね。 あのこれが非常にケ、えー、ケーースス珍しいいだったと思いますあの去年の11月の試験のタックスは27問の正解で合格できたんです。で合格率37.5とあの、まあ、27でタックスってこれ多分過去の中で最も低い合格基準じゃないかと思うんですけどもあのこの時じゃどういうことが起きていたかというとですね 改正された内容が出題される頻度あるいは数多く,多くなっているようですねなのでその改正された内容が初めて出題されたるされた時というのは過去問にその内容がないのでどうしてもそこで慌ててしまう間違えてしまうというケースがどうも多くなった回ではないかと思いますそこで27の正解であっても合格できたのが去年の11月のタックスだったんですね あのこの改正についてちょっと問題が、まあ、難しいわけではないんですが準備を怠ってしまうと間違えてしまったとこれあの相続にも29というのがここにありますのでこれ税金関係の問題でここで2重問題七7 2 9とこう並んでしまいましたので、まあ、ちょっとそのあたりの影響が出たかなとただそこに慣れてくるとその次の次月試験でははもうタックスは33に行きましただから27でいいや28でいいやということでは決してないですね。 あのもう過去問ベースということで勉強していけばその改正内容が1回過去問に乗ればそれに基づいて勉強するともう33取らないと合格できなかったというのが6月の試験ですまあ、ここでまた原点に戻ってきたと言ってもいいですねただまた改正された内容が出てくるとちょっと 準備が怠った方については間違えちゃうだから合格の基準下がるということは考えられますがそれはあくまでも予測なんでじゃあ35取れるようにしていきましょうつまり問題数は50問出てきますから50分の35これを取るためにはじゃあ何をすればよいかという話ですねあのまずその下に効果的な学習方法ということでちょっとまあ項目だけ、えー、箇条書きで4つ上がっているところがありますこの内容の方に移っていきたいと思うんですが あのまあ、効果的な科目の選択の方法とこれあの最初の項目のとこでもお話し,しましたまだ出願の終わってない方は、えー、科目選択どこを出願しようかということは、まあ、これ今お話し直前にですねお話してきたところと、まあ、重複しますあの。得意な科目やりましょう、えー、仕事の関係でやりましょうで、まあもう一つその時は言いませんでしたがスケジュール確認しましょうねあの。やっぱり科目選択したはいいけど 1>, あの1日3科目連続で受けちゃうっていうのはこれなかなか体力的に大変だと思いますから3科目受けようって考えたらやっぱり2つと1つに分散させるとかですねで2つ受ける時も間1つ抜いて連続しないようにするとかまああのどこを優先順位として,して考えて科目選択をするかまずこれ考えなければいけない。次標準的な学習時間でこの標準的な学習時間もちょっと分かりやすい数字でいきましょう100。 あのまあ百これ時間で百アワー百エイチですねこれ一科目です一科目百時間設けていただくといいと思いますあのまあいろんなことが、えー、いろんなところであると思いますけれどもあのわかりやすい数字が一番いいですね一科目百時間勉強したらいいとこういうことなんですでこの百時間っていう時間をじゃあどうやって自分は作り出すのかということです。 あの単にですねパラパラとテキストを見ているだけではこの100時間のカウントにはならないですねやっぱりきちっとした形で今は試験に向けての勉強してるんだという形として言える時間が100時間設けたいなということそうすると100時間の中身をちょっと分解していくとですね1日3時間勉強時間をしっかり取ったらばこれで30日勉強するとちょうど90時間ですね、まあ、約100時間としちゃいましょう 30日つまり1か月です1ヶ月間毎日3時時間間確実に勉強を重ねてていって100時間ですつまり1日3時間勉強できて初めて1か月やると1科目がほぼほぼ、まあ、仕上がったということが目安。なので1か月の中で毎日3時間勉強時間取れないよという方がもしいたらですねこれ違ったこの組み立てを考えなければいけないですね。 1>, あのまあ、1週間の中で休みが2日間あるとその休みの2日間についてはもう例えば6時間8時間勉強に充てるんだということになれば当然少ない日数でいい数でかもしれませんただここで気をつけなくちゃいけないのはやっぱりここで継続が大事なんですねあの1週間の中でこの日とこの日だけ勉強してそれ以外の日は一切勉強しない日だというふうにやっていくのは やっぱり試験が近づいてくるとちょっと乱暴な勉強方法かもしれません。あの一日一時間でも二時間でもいいので過去問題を解いてみる、テキストを読んでみる、こういう時間をですね必ず毎日の中に設けていくのが大切なんです。だからこの三十日一ヶ月毎日勉強していきましょう。そして三時間勉強時間取りましょう。これまあいわば理想的なことかもしれないです。 でもこれで初めて100時間の時間が勉強できてそして1科目ががこれでで仕上がるんですじゃあ2科目を受験しようとなったらこの方式でいくと2ヶ月必要になりますよね例えば9月ライフを勉強した1ヶ月仕上がったそして10月今度は不動産の勉強したこのライフと不動産の2科目を自分は受験するつもりだ9月1ヶ月10月1ヶ月これで2ヶ月かかって2科目が仕上がった。 その各1ヶ月は100時間勉強したという前提ですこうやっていくとですねやっぱり試験が近づいてくるときにあまり多くの科目を選択してしまってちょっと勉強が散漫になってしまうということはやっぱりもう避けなけけなななれればいいい時期かももしれないですねあのもうちょっと早い段階でこの CFP 試験の勉強のスタートが切れていればじゃあ6科目まとめて受験しようと。で6科目の勉強これ当然相乗効果ありますから6科目の勉強をやって 6科目を今回初めててだけれれどももも受験ししみよううという方法もあるかもしれませんただもう時間がこうやって9月10月と迫ってくればなかなかその6科目というのはちょっと勉強時間から見ると厳しいですね。でその6科目の、まあ、一括の受験という話をちょっと触れておきますとこの6科目の一括受験した人はですねごめんなさいこの6月の試験の時にわずか199人しかいません。 あの、総受験者数が一万二千四百人と、さっきお話し,しましたけど。一万二千四百人、総受験者いる中で、六科目まとめて出願した人は百九十九人だけです。百九十九人出願して、じゃ、あ何人の人が受かったのかというと、十五人なんです。つまり、一万二千人余りの人の中で、十五人だけが六科目にまとめて合格できた人ですね。まあ、それ、単にデータかもしれないんですけれども。 ここの6科目をまとととめて受験するいいうがが非常にハードルが高いんだと。で一方で考えればこの CFP 試験は科目受験ができるのでその科目受験ができることをですねぜひ活用して、まあ、2科目ずつ3回に分けるか3科目ずつ2回に分けるか、まあ、いろんな方法あると思いますがまずこの学習時間を取っていくというところから組み立てる。でもう出願したのであればあとは1科目100時間が勉強時間避けるようにまず サイクルを組み立てていくということが大切だと思いますねで、次にですねこの得意な科目の学習方法とありますあの得意な科目になったらもうこうやって試験が近づいてきたらですね今回のタイトルにもありますけれども過去問の攻略だと思いますで、過去問攻略するときにあの単にもう番号順に解いてできたかできなかったかということでなくてまずはやはり時間限られますけど問題の分析をしましょう で問題の分析例えばこんな方法あの A ランク B ランク C ランク、まあ、これよくあの資格試験問題でやりますよね A ランク問題 B ランク問題これをですねあの何もテキストや問題集に書いてあることに合わせるんじゃなくて自分としての A ランクはどれか自分としての C ランクはどれか自分なりのこの3ランク分析をするということです。でその中で単に分析するだけじゃなくてやっぱ数分けましょう。 A ランクと言えるものこれに30問当ててみてみくださいそして B ランクと言えるものこれに15問当てる C ランクに5問当てるこれ、まあ、合計すると50になるわけなんですけどあの自分としての A ランクを3ごめんなさいちょっと汚くなりましたが自分としての A ランクを30問選びましょうで自分としての C ランクを5問選びましょう、まあ、残りが真ん中 B ということになるんですけどこうやってですね自分としてのランク付けをするんです。 で C ランク5問じゃあどういうものが C になったかまあこれ一例として挙げておくとこれいくらインプットの勉強してもですねもうどうしてもその内容が身についていかないとまあ、難しいかどうかということよりもやっぱり好き嫌いの問題もあると思いますこの分野についてはどうしても身につかないんだといくら時間をかけてももう効率的じゃないんだってなったらそこの論点はその自分にとっての C なんですそしたら この自分にとっての C がもし見極めができてしまったらそれはもう最初から本試験の時にもそここは回答しないっていうことうですねあの何が C なのかということは多分分析を丁寧にやればこの科目のこの部分は自分は C なんだということになるとこれ本試験の時にもそこに差し掛かったらあこれは C だったって思ってですねもうそこを飛ばして先の問題を解いていくっていうことでいいと思いますね。 5問ぐらいはもう除いてしまうということですあの5問除いてもですね何も影響ありませんだって50問の中で45問しか解かなくても何も影響ないですよね35問正解できれば合格安心,安,心安全圏だという話したばかりですじゃあ今度逆 A30 この A の30ってまあ、これいろんなまた分け方があると思うんですがあの今回のタイトルまた出てきました過去問攻略です過去問で もう本当にですね、何冊か用意しましょう。まあ直前一冊だけではちょっと不十分です。できれば三冊あるいは四冊、まあ過去四回分ぐらい用意をして、そして過去四回分の格物をですね、もうちょっと面積使ってまとめて並べてみましょう。そうすると同じ問題が四回繰り返されているなんてことが十分にあるんですね。まあもちろん内容は違いますが論点が同じなんです。過去四回全く同じ論点が 継続してるんですそれは当然ながら A ですよねでそうやって過去4回繰り返されてるあるいは過去3回繰り返されてる問題これずっと4冊3冊の過去問をめくりながらチェック入れていくと30問ぐらい出てくるんですつまりこの CFP 試験って過去問攻略鍵あの過去問をきちっと準備しておくことができればそれで合格安全権到達できると思います。 でその時にどの問題が自分がちゃんと正解しなくてはいけない問題なのかということをあらかじめ分けておくために A ランクはどれかといううこととをままず分析ししておきましょうで A ランクとなるものが30問選び出せたらばこれ間違えちゃいいけないんですねこの30問これ間違えちゃうとこれ合格安全権に到達するのがちょっと遠くなっちゃいますから自分で A ランクだと選んだものについてはこれはもう間違えない。 つまり過去三回四回繰り返されていたらそこを徹底的に繰り返すということですよね。でこれによってその安全検の中のまあほぼほぼ三十問まあほぼ全体に近いですけどこれを確保する場合によってはこの三十問がきちんと正解できれば合格できるその基準になっている回も多々ありますよね。でもそれではちょっと不足するとなったら残った B ここでさらにプラスアルファをしておくということでしょうかね。 あの得意な科目の学習方法は過去問分析と言ってもいいと思いますで分析するのは解くことではなくてまずこのようにランク付けをすることから始まりますランク付けをしたらどこで自分が得点を取るのかということですねあの当然ながら毎回出題されているであろう問題は今回も今後も出題が予想されるわけですからそこはですねしっかり落とすことがないようにしなくちゃいけないですねじゃあ今度苦手な科目あの 初めて受験するという方は得意な科目から受けましょうと言いましたから苦手な科目に差し掛かっちゃうことはまあないかもしれないんですけどあの苦手な科目ってどうしても科目受験科目合格を繰り返していくと最後に残ってしまう可能性がありますよね。この科目だだだけけけは、例えば1回受たたんだけど不合格だっ,たっていう可能性もあるかもしれないであるいはどうしても2級までの勉強の時に苦手意識を持っちゃった。じゃあこの苦手な科目どうするかというとですねもうこれは2級の復習です。 二級の復習をやってそしてそれからちょっと時間は不足するかもしれないですが CFP の学習に進みましょうもうそこまで時間がないよという方であってもこれ二級の復習をきちっとやっていくとですねこの A ランクの問題結構当てはまっていくんですよねあの CFP の試験だからといって全く二級の試験と関係性がないわけではありませんよねその二級までに学習してきたことが着実に身についていれば この A ランクの問題比較的多く回答でできるんです。なので A ランク30問、まあ、30問全部解答が仮にできなかったとしてもまずは2級までの問題で積み上げていきましょう。で B ランク問題解ける問題も当然 CFP の学習に入っていけば覚えていくことができると思いますから苦手な科目があったらまず2級復習です。そして、て級の教材を取っている いる方多くいらっしゃると思いますからそこを全くま,まずですね読み込んでいってそれから CFP の学習に進んでいきましょうこれやっていくとですねある程度この A ランク問題に対してて安心感が出いいくと思いますねあのここには効果的な学習方法なんだということで、まあ、4つ、まあ、ありましたその中のまあ3つはちょっとあの書き込みしてお話ししていきましたけどあの大切なことはですねこの CFP の短期合格に向けてのこの学習方法ですけども。 あのまあキーワードとして挙げておきます。まず一つはスピードです。あのより早く解くまあ、言うまでもないです。試験時間2時間って決まってますから、こうやって効果的な学習方法、何かということをやりました。けれども、とにかくどうであっても、もう短い時間で解かなくてはいけない。あのまあ平均時間で言ってしまうと2時間で50問ですから、1問23分しかないですね。で、その23分の中でやっぱり4つの選択肢を読み込んだり。 あるいは資料の中から必要な部分を読み取ったりあるいは計算をしたり、まあ、いろんな形があるで,これ 2, 分でやっていいいくととうことは非常に難ししか,かもしれませんであればさっきちょっとお話をしたもうランク付けをして C ランクだと見極めてしまった問題はそこは解かない、まあ、C ランク五問と言いましたけれどもある程度見極めた問題については解かないでその分他の問題の解く時間に振り向けてそして解く A ランク B ランク間違えないようにしたい特に A ランク間違えないようにしたいまずスピードを上げていきましょうで、次はまあスピードとともにですねもう一つ気をつけていただきたいのは問題の隅々までつまり細かいことまで きちっっと読み取ってから回答すするる必要があるんですこれ今のスピードを上げて解くということと相反するかもしれないんですけれどやっぱりですねこの CFP の試験になってくるとどうしてもうっかりミスこれをですね、えー、誘導させてししままうようよな問題の設定があったりしますつまり細かいことまでやっぱり資料などの読み取りをきちっとしておかないと選択肢の中に、まあ、いわゆる引っ掛けとなっているところが多いです。なので その細かいところ読み取らないまま自分ではできたと思って選択肢を選んでしまうと実はそれはその引っ掛けのルートに入っちゃったということなんですねなので細かなところまできちっと読み取るこれも大切細かいこと読むにはやっぱりよりスピードを上げて解いていく必要があるのかなということになると思いますまあ、ちょっとま全体的なお話ししましたので資料のもう1ページの方にはですね 科目別の合比ポイントがちょっとまとまっていますから資料のもう1ページの方ちょっと画面の方で見ていきましょうえ6科目のですねえそれぞれのまあ内容、まあ、3つぐらいずつちょっと箇条書きのような形でこうまとめてあるところがあります。合比のポイントとということですね あのまあ金融についてというところから見ていきたいと思いますけど金融の中であの大体試験開始になると最初に出てくる問題というのはこの2点目に書いてある資料の読み取り問題多いですね経済指標などと書いてありますね。でこの経済指標の資料読み取り問題はこれはいわばですねどうやって準備するかということになるともうこの試験からしばらく前の段階まあ分かりやすく言うと試験から見て約半年ぐらい前の段階で 公開されている、まあ、公表されているですかねの資料などをいろんなところから情報収集してくださいここ覚える部分じゃないんですつまり例えば日銀が公表した資料などこれをですね目を通しておきましょうとこれが勉強なんですもうちょっと具体的に言うと11月の試験で頻繁に使われている日銀の公表資料に経済物価のその展望レポート展望リポートと言いますかねこれが比較的11月の試験では 資料として出題されてるんですじゃあいつ頃の資料なんですかというとこれ過去を見ると11月の試験の時にはだいたい4月頃の資料なんですねまあ、これあの問題の準備からの遡り考えたら当然直前のものが問題に出るはずはないですからやっぱり過去ではだいたい4月から5月まあこの辺りのですね公表資料が11月の試験に使われるその日銀の公表する資料であったりとか あるいは GDP であったりとかそれから日銀であればもちろん金融政策ですねそしてマーケットの動きとか、まあ、こんなところ資料の読み取り問題が場合によっては7問から8問程度出題がありますのでここをちょっと準備しておくようにしましょう。でここ以外についてはやっぱりテキストを使ったインプットを大切になっていきますけれどもそのインプットしていく中で最終的な対策はこの計算問題対策です。 計算問題対策あのやっぱりここで過去問題活用していきましょう。あの計算問題、当然与えられる数字は毎回変わりますが、ここにも反復練習と書いてあります。あの計算問題って与えられた数字でどこから手掛けて答えまで導いていくか？ で与えられた数字これ考えてしまうとそれだけで時間が経ってしまいますからやっぱり過去問題の中でどうやって計算過程を進めるのかということは確実に、えー、覚えていきたいところですね。 あの計算問題がそこにもあるように投資指標利回りデュレーションそれから分配金税金、まあ、分配金税金あたりは特に、えー、税制の問題も入ってきますね。でこのあたりも含めたこの金融の科目について、えー、計算問題はもうこれ各問対策の非常に最重要なところになると思います。であの3つある中の1点目のところにあの難問に対するメリハリという言葉ありますけどあの難問はこれあのご自身の ABC 分析の中で C なんだと分析したらばですね これ出題論点の中の難問と思われるところはこれはもう除いてそして次の問題に進んでこの資料読み取りや計算問題で着実に得点取るということですね。えー、次に不動産です。えー、計算問題15問程度法律問題30問程度と、まあ、こんなふうにあの大まかに分けてありますけれどもあのこの法律関連の問題というのはですねやはり不動産関連の実務をしている方にとっては比較的解きやすい問題になると思います。 まあ例えば建築基準法であったり借地借家法であったりということですけれどもこれ日常的に関わってたりとかあるいは不動産関連の他の資格を持ってらっしゃる方はそののの不動産関連の他資格でで勉強したことことれが当然生きてくる範囲ですよねなのでここでその法律関連問題というところで得点源にできるということになるともうある程度もう不動産の科目というのは見え,てくるのと見えてくるというふうに考えていいかもしれないですね。 でただあのどうしてもまあ苦手になってしまう部分ということもあります価格の動向なんかはどうしても苦手になってしまう人が多いようですねなのでその不動産の価格これ計算問題にあたあの関わっていくところですけども収支の計画であったりとか土地の評価このあたりは価格に関する問題ですここを苦手にならないようにぜひしておいていただきたいと思いますねえそして三つ目ライフリタイヤです。 ライフリタイヤあの問題の構成がですね非常にはっきり分かれていくんですけれどもまず資金計画について、えー、住宅教育老後とありますでここであの問題の中に必ずと言っていいと思います出題されるところにやっぱり係数の問題っていうのがあるんですね6つの係数でこれあの本当に2級までの試験でも必須でした CFP でも毎回出題されているんですですから係数の問題これ毎回出題されている A ランクだと考えればここはもう 短い回答時間の中で確実に正解取れるようにしておきたいですねでこの資金計画はあとは住宅ローンの返済などについても,もう定番の問題と言っていいかもしれませんそれからもう一つの大きく分野としては社会保険の取扱いに関わるところでしょうかねあの社会保障分野ということで、まあ、大きくはこうまとめていますが年金であったり健康保険であったり雇用保険であったりということです でこの社会保障分野の問題というのはもちろん制度についてもありますが計算問題あります。で健康保険例えば高額療養費であったりとかあるいは年金当然年金の受給額の計算とこういう計算問題が各社会保険分野に出てくるんですね。でそれぞれあの計算のです、ね、方法などは問題に載っているんです例えば高額療養費の計算しようと考えれば計算の計算式載っています。年金も同様ですただ計算式を そこで初めて確認してさあどうしようかっていうふうにならないようにしましょう計算問題が載っているんですだから覚えなくてはいいんですけども計算過程これ確認せずにですねすぐ計算に取り掛かれるようにしておくとこれが必要ですそこで過去問レベルの計算を落とさないと書いてありますけどもあの過去問やっぱり繰り返しになっちゃいますけどどこには計算どの分野には計算問題計算過程が載っていて 計算式が載っていて、そしてそこに数字を代入すれば良いかということですね。これもまあ一つの慣れと言ってもいいですね。そして時事問題関連のところ当然含まれてくるんですが、まああまりここでライフリタイヤでの時事問題というのは決してあの問題数も多くありません。まああの日常的に把握できる問題ということが仮に出題されればプラスアルファの得点源ということにしておいていただければいいと思いますね。えー、次にリスクと保険です。 あのリスクと保険はですね、まあ、ここに書いてあること以外のですねちょっとあの要点的なことをお話してしまうとあの問題、まあ、これあの試験問題実際に本試験でこれが配られたとでその問題が配られた時のページ数が最も多いのがこのリスクと保険なんです。 あのページ数で言うとですね、まあ他の科目はだいたい四十ページ程度かもしれないんですが、リスクと保険って六十ページから七十ページあるんですね。まあ問題を受け取った瞬間非常にまああの厚い問題を受け取ったなというふうにこう感じるかもしれません。で、それは当然問題ページ数が多いというのはそれだけ資料が多いんです。役関であったりとか保険の証券であったりとか、あるいは保険のですね契約に向かっての提案書といったようなものが資料という形で載っていて、でそれが 場合によっては、一つの問題に対して、三ページぐらい資料を割いているんですよね。で、三ページ資料が割かれているからといって、そのすべてが。回答するために必要では決してないんです。だから、この資料の中の、どこに回答すべき要点が隠れているのかということ。これをですね、まあ、いわばいち早く気づいていけるような。方法。これがリスクと保険の、まあ、やっぱり一つの。世界数を積み上げていく。 勉強方法かもしれません薬管保険証券提案書この読み取りというところこれをですね行えるように十分に繰り返していただきたいですね。であの苦手になってしまう方の多いリスクと保険の分野の中にこの法人の経理処理という分野があるんですね。あの法人の経理処理の問題あの、まあ、本当にここがどうしても身についていかないなと。 なかなか勉強しても進んでいかないなという方はこの法人経理処理の部分というのはこれは ABC ランク付けの中の C ランクというふうに考えてもいいかもしれません。ただそうでないここでも得点が取れるという方これうまくこの法人の経理処理問題というところはすみ分けをしてですね取り組んでいただけるようにしておければいいと思います。 え次に、タックスですねあの。最も計算の問題が多い科目と言ってもいいかもしれません。ここには三十問以上のとありますが、あの特にですね。最近、もっと多くなって、まあ、場合によってはもう四十問近くが計算問題になってきていますね。で計算問題。当然、言うまでもなく、一問が二分から三分で回答するのはちょっと難しいかもしれない。ですから、まあ、できるだけ一、まあ、問の回答時間が短くなるように繰り返し、過去問を演習してもらうと。 であのそこでじゃあどうやったらいいですかっていう時のですねこの計算問題対策なんですけれどもあのこれ非常にまあアナログ的な方法かもしれないんですが過去問題集解答解説、まあ、解説ですかねそこのページにもう丁寧に計算過程が書いてありますその書いてある計算過程これをですね、まあ、アナログといったのはちょっとなんか自分でノートしてみる、まあ、書き写してみるということいいかもしれないですね。 あの実際に本試験を解くときにはもちろん計算過程を余白に書くという時間はないと思いますもう直接メモを取りながら電卓に数字を入れていくということになると思いますがその前段階は計算過程をまず自分で書いて覚えるということこれが必要かもしれませんすぐに電卓叩いて答えに結びつけられるという方は必要ないですけれどもこのタックスの計算問題の多さがどうしても苦手なんだという方はまず 解説に書いてある計算過程をノートに書き写してみましょうで、書き写すことによってその計算の順番これをですねあ、次にこれを計算してさらに次にこれを計算してという流れが覚えていきやすくなると思います回答解説ページを見る読むだけではなくて計算過程を書いて覚えるというのがこの計算問題対策にはなっていくんじゃないですかね であのまあ、ここには2問程度ですけども会計に関する分野の問題ですねこれがあのもし、えー、どうしても税金の問題からはちょっと離れているので勉強がそこまで追いついてないという方がいれば、まあ、これあの損益計算書などを見ていく読み取り問題ですけどね、まあ、その辺り分析問題追いついてないという方はそこは、えー、C ランク付けと C ランクだということで除いてしまって 特に所得税の問題だけできちっと合格点確保できるようにするという方法もこの科目はあるかもしれないですね。えそして六科目目相続事業承継設計のところです民法とそれから相続税贈与税さらに財産評価まあこのように大きく三つに大別されるまあ分野あの科目と言ってもいいでしょうかね。でまあその三つに大別するというのはほぼ問題数がまあ均等になっているということですから。 民法の部分、まあ、相続に関すするところですねそれから税金計算部分そして財産評価での土地評価などの計算部分これどこもですねあの漏れることがないようにこれ平均的にあの底上げしていかなければいけないです。でそんな中で自社株評価、まあ、財産評価の一つかもしれないんですがこの自社株評価のあたりがどうしてもこれインプートなどをやっていくときも一番最後に出てくるところなんですよね。そうすると インプットの段階でも自社株評価部分などが時間切れになって勉強がそこまで進まなかったという方あるかもしれません。これ過去問題など見ても、この事業承継、自社株評価部分って大体問題の一番最後のところに固まっているんです。まこれ場合によっては事業承継、自社株評価でもう7、8問出題されてくるんですね。結構ウェイト高いんです。でウェイト高いんですが勉強が追いついてないからどうしてもここは、 自分としては苦手意識持っちゃうという方いるかもしれないんですけどあのこれよく読み取っていくとですねもう言い方はちょっと極端ですけど過去問で出題さされれたとととこころがが数字が変わってて繰り返いるだけということなんでですよねであればインプットが仮に追いついていなかったとしても過去問で数字変わっても解けるぞっていう形で自信を持ってこの78問を取れるようにしましょう。 あのかえってですね民法の問題などで比較的分かりにくい出題形式の選択肢問題がありますそれに比べると分野としては非常に絞り込まれているのでこの自社株評価のとこ過去問対応過去問対策の中で得点取れるようにしていくというのもこの科目のもう一つの考え方になるかもしれないですね。 あの、まあ、今回はこの直前の対策を踏まえたガイダンスということで直前になればやっぱりどれだけ過去問題を繰り返し解いてそして身についたかということが一つのまあ目安になっていくと思いますでその時にですねじゃもう一つは先ほど過去問3冊から4冊というお話をしました準備をしてと。じゃあ直前の問題についてはその分析をせずにまず最初に新しい状態でまあ まさしく模擬試験科のようにですね直前の問題初めて開いてまず解いてみましょうで初めて解いてみて当然時間も2時間使ってそして他のことは一切シャットアウトしてこの本試験相当のような形を組んで模擬試験だと思って直前の問題集新しい状態で一冊解くそして2時間経った答え合わせしましまょうそこで今何問正解ができたかというのがまずスタート台だと思います。 そこで三十問まで行っていればもうあとは積み上げわずかですよね一方で二十問しかまだできていないということになれば先ほど繰り返してきたじゃあ問題分析に入るかどのあたりで得点を重ねるかということの分析に入るあのやっぱり問題分析も大切ですが模擬試験の形式というのも大切になると思います、まあ、そんな形で自分自身の今の,、まあ、その深度ここも把握するということも大切ですかもしれないですね あのまあ、この直前になってくるとですね CFP は講座としては実践演習講座というものがあってこの実践演習講座では各科目2回の中で過去問題を中心にその内容のの解説講座を行っていきますねその実践演習講座2回のうちの1回では直前の問題集を使って解説講座をやっていきますのでその解説講座も,もちろん受講して聞いていただくその前段階で過去問題用意できたら まず今現在自分の力どこまで進んできたかということも確認して、そしてその受講する講座に臨むと、こんな勉強方法も考えていただくと良いと思います。え、この試験11月の13日がもう近づいてきていると、いう段階の方もいると思います。あのいろいろな状況がですね、健康状態などにも留意をしていただいて、そして万全な準備をして受験に臨んで、そして合格と。 いうことに進めていっていただけたら良いと思います講座の方でも精一杯応援していきたいと思いますそれでは2022年11月 CFP 試験向けガイダンス以上で終わりますお疲れ様でした